団体一部決勝トーナメントを開始します。第1回戦東高崎県東職員西摂津総合の宿舎さん先行戦東野口四段に代わりまして宿の四段西田中五段Thank you.
高田の対戦は突き落としにて西吉田四段の勝ち。以上の結果2対1で西九州電力の勝ち。東間口グループ株式会社、西株式会社ソニック、先鋒戦東城さんが西六段さん城次回に東山口県を勝勝勝出場後審判団交代いたします。Cut!
Thank you.
西高梨四段の勝ち。以上の結果2対1で東長崎県教職員の勝ち。以上の結果、団体チーム優勝は長崎県教職員、第2位九州電力株式会社、第3位愛知軽金属株式会社、同じく第3位株式会社ソニック、以上と決定いたしました。